新城衣駅は愛知県豊田市市町にある愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は11。計画時の仮称は塚祭駅だった。相対式2面2線ホームを持つ高架駅でホームは4両まで対応している。2008年3月17日から平日朝に限り駅員が配置されている。改札口は 高架下にあり、液晶ディスプレイによる出発案内表示が設置されており、駅員配置時間帯に限り自動券売機が利用できる。階段階エレベーターでホームに上がる構造である。かつては大門駅と同じように伏線用高架路盤の片方を利用してホームを設置していたが、三河豊田駅から新豊田駅間を伏線化させるに、当たって2面2線の相対式ホームとするため、 まず、旧ホームの反対側にエレベーター付きの新ホームを建設し、2007年3月24日に使用を開始している。その後、旧ホームを撤去した上で反対側の線路を付設し、さらに、岡崎方面ホームが設置された。なお、乗車駅証明書発行機は、旧ホーム時代は、ホーム上にあったが、新ホームに役目を譲ってからは地上に移設された。 豊田市統計所、移動等円滑化取り組み報告書によると、当駅の1日平均乗降客数は以下の通り推移している。当駅の有人営業は他の駅と異なり豊田カレンダーに従っている。祝日などの休日に営業する日がある一方、ゴールデンウィークやお盆期間中の平日は営業しない場合がある。東に400メートルの位置にあるが、 信号付き交差点を渡る必要がある。新豊田駅豊田市駅の方が乗り換えは容易愛知環状鉄道の30年114ページ愛知環状鉄道2019年愛知環状鉄道の30年40ページ愛知環状鉄道2019年 ABCD 愛知環状鉄道の30年年表愛知環状鉄道株式会社2019年 とか乗車券のサービス開始日について、愛知環状鉄道オリジナルの2019年6月2日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20190602072328/.http://www.aikanr-a-i-l-wa-y.co.jp/.pdx/.prees-sr-e-l-e-se30128 pdf2020 年11月8日閲覧。愛知環状鉄道20年誌編纂委員会、愛知環状鉄道20年誌、ピアニッシも、111から112、2008年、オープンデータデータ提供と田市し統計書と田市、し、移動等円滑化取り組み計画書、報告書愛知環状鉄道。ありがとうございます。